さあこの時間はエリノアちゃんのニコニコだより、イエーイ。さあこのコーナーは子供と一緒に楽しめるスポットや育児方法など子育てに役立つ情報をママさんシンガーソングライターのエリノアさんが紹介するコーナーです。本当にあれだね、エリノアちゃんは喋ってる感じと歌ってる感じがベリー君の言う通りちょっと違いますよね。違うよね、ラービュー、ラービュー、声の出し方とか。本当に、自分では全然わかんない。自分だもんね。なまんないなって言われる、歌うと。あ、歌うとね、さすがに歌ってる時は、うん、さあそんなエリノアちゃん、はい、今回はどんな場所を紹介していただけるんでしょうか。今回はですね、私の家族が最近ハマっているファミリーキャンプ、うん、あら、キャンプハマってる。はい、まあ、大学もだんだん大きくなってきたから、そキャンプもちょっと楽しめるぐらいになってきたのかな。そうそうそう、家でも毎日やってるけど。家でも、うん、今日はね、いいとこ紹介します。あら、どこですか。はい、ということでご覧ください。はい、那須町にある森に囲まれた自然豊かなキャンプ場、うん、ムースファミリーキャンプリゾートです。はい、今回もね、私の家族みんなでお邪魔してきましたよ。あら、ちょっとご主人も登場で、どんどこのグッサンじゃないですもんね。違いますよ、普段こういう格好してますけど。なかなかいいシャツね。プライベートだ。これ普段ね。さあ、こちらの施設のオーナー、アメリカ人のアービンさんです。あ、かっこいい。さあ、え、めっちゃキャンパーって感じですけど、日本語大丈夫なんですかね。すごいですね。そう、ノースリーブだよ。日本語もペラペラでね、うん、一緒に経営する奥様が日本人なので、はははコミュニケーションも大丈夫です。あ、なるほどね。はい、で、会場はアメリカンムードいっぱいです。いや、確かに飾り付けとかがすごいベリコいいよね。あ、な、色合いがもうアメリカです ね、うん、日本っぽくない。はい、こちらムースファミリーキャンプリゾートは芝生の斜面を囲むようにして、テントサイトが6区画、トレーラーハウスが3区画、キャンピングカーサイトが3区画と、広さは約1700坪もあって、何家族も利用できるキャンプ場です。いいですね。はい、でこのね、キャンピングカーでも、うん、テントでもね、はい、キャビンも借りれるので、好きなキャンプスタイルで過ごせるんですよ。そういうキャビンなんかもあるんだ。はい、そのキャビン、アービンさんに案内してもらいました。はい、中もね、すごく綺麗で、うん、2階もあるので4人家族にぴったりのお部屋なんですよ。はい、でね、電気も通ってますし、トイレもちゃんとあります。うん、これだったら雨でもね、特別な時間家族で過ごすことできますよね。そうですよね、素敵な空間ですよね。またですね、ファミリーキャンプというだけあって、子どもたちの遊び道具や遊び場がこうやって充実しているんですよね。あ、これはまた楽しそうだね。はい、なんかね、実際いろんな種類の乗り物があって、ああ、子どもたちもこうやってね、大喜びでしたよ。いや、いいですね、もうずっとこう遊んでられるし、うん、でこちらは子どもたちの遊び場、プレイグラウンドです。プレイグラウンド、はい、ブランコや滑り台にボール遊びと、自然の中を駆け回ることができて、子どもたちもね、全然退屈しませんでしたよ。いや、まあ、キャンプはこれ一番大事ですよ ね、自然体験、ね、のびのびでね、できるのが、うん、さらに面白いのが、施設内にある売店。へえ、売店。え、これ何、どういうもの売ってんの。これね、アメリカンな雰囲気がすごい楽しいんですけど、はい、ニコちゃんも普段見慣れないお菓子とかおもちゃに大興奮してましたね。わー、あ、向こうから持ってきたお菓子とか。そう、日本にはないやつ、ね、いいですね。これは確かに楽しいよ、ワクワクしますよね。で、またね、お菓子だけでなく地元の名産品も置いてあって、うん、これ新米ね、はい、あら、そう、意外、そう、遠方から来た人たちに喜ばれてるんですよ。これはまた嬉しいわ、うん、そしてこの日はイベントが行われていました。ハロウィン間近ということで、パンプキンランタン作りです。いいじゃん、これは。え、これじゃあ自分たちで作るってこと。そうなんです、かぼちゃを選ぶところから自分でやって、好きなようにかぼちゃに顔を描いたりして、うんうんうん、でそこをね、くり抜いていけば完成なんです。いやー、これなかなか日本でこういったね、ハロウィンのかぼちゃ作りってできないですから、いいよね、うん、でこれがね、私たちが作った作品で、はい、お友達が作ったつむちゃん猫とね、あとたいちゃんかぼちゃかな。お、よくできてるこれ。眉毛がすごい特徴。怖くないようにしたの。あ、怖くない。そう、そしてお待ちかねのディナーはバーベキューです。うわー、バーベキュー、やっぱそうですよね。これどういうものが食べられるんですか。はい、持ち込みも可能なんですけど、ああ、バーベキューセットメニューも提供しています。で、ブロック肉や野菜や
フルーツがたっぷり堪能できるアメリカンテイストなバーベキューなんですよ。いや、 やっぱりちょっとこれメリー君やっぱこういう分厚い肉行きたいよね。これはちょっと夢ありますよ ね、アメリカンですからね。あとやっぱちょっとこのアービンさんもどういう人なのかなと気になりましたね。施設も魅力的でしたが、はい、アービンさんもねまた気になりますよね。確かに。最後にオーナーのアービンさんにこの施設についてお話を伺ってきました。本当ね、来週ここはどういった施設でしょうか。 I want everyone to experience American feeling like being in America. About 85% of the people come back. Yes, they love it here. Kids, they don't want to go home. They want to come back. They love it so much. Yeah.すごい。Please come to Moose Family Camp Resort where everyone is a family. I want you to experience American taste. Please come. いや、すごく素敵な場所っていうのも分かったんですけど、はい、エリノアちゃん普通に英語を理解して会話しなかった。なんかね、あそこに行くと、うん、なんか自然とね英語で話されるとだんだん、ね、英語がね分かってくるんですよ。分かっちゃうんだ。そう、え、自然と。すげえじゃん。だから、ね、あの短期間に。そうだよ。だからいろんなね国の子が来てるから、あの日もハッピーハロウィーンなんて英語の外人さんの子に言われて、はあはあ、ハッピーハロウィーンって言うか、なんか英語で。いろんな国の子も遊びに来てたよね、さっきね。いたよね。なんかいいよね。あ、そういう、じゃあちょっと日本じゃない感じの海外の方とのコミュニケーションにもなる。そうなの。自然と会話が生まれて、うん、これは確かに行ってみたくなりましたけれども、はい、ということで今回もまた素敵な場所を教えていただきまして、はい、エリノアちゃんありがとうございました。また次回も楽しみにしております。はい、次回もよろしくお願いします。以上、エリノアちゃんのニコニコだよりのコーナーでした。